皆様、本日のご乗車誠にありがとうございます。自然満ちあふれる信州北八ヶ岳にようこそいらっしゃいました。これより標高1771メートルの貫禄駅を出発し、標高2237メートル、標高差466メートルの山頂駅まで皆様をお送りいたします。太古の噴火による溶岩で作られた大自然公園、つぼみ場がございます山頂駅までの乗車時間はおよそ7分でございます。なお途中5本の支柱を通過する際、ゴンドラが多少揺れますのでご注意ください。それでは窓越しに見えております高難度初畑をどうぞご覧くださいませ。ただいま100人乗りのゴンドラは秒速7メートル、時速およそ25キロの速度で山頂駅を目指しております。山頂駅に向かって左右に広がる車窓に収まりきれないイベントをご覧いただけますでしょうか。30キロにもかかる八ヶ岳連峰で標高2899メートル、赤岳を代表といたします八ヶ岳は大小20以上の山々で構成され、その起伏豊かな表情で日本100名山にも選ばれております。南八ヶ岳は険しい山々が多く、その雄大さと高山植物が豊富なことは全国的に有名です。一方、ただいま皆様が登っております北八ヶ岳は進行方向左側に見えております果て野山の主張とする女性的な愛のある山々で構成され、女性的な数多くの石や砂、そして草原の海にここを訪れる人々に四季折々の美しい高山の姿を楽しませてくれます。ここ北八ヶ岳ロープウェイは登山トレッキングの出発口としても人気が高く、北横岳まで片道およそ1時間半、島の海は甘い県の海草の海までそれぞれの道およそ1時間半と日帰りの登山トレッキングをお楽しみいただけます。さらに足を伸ばせば果て品山登山八ヶ岳縦走の玄関口としてもご利用いただいております。海抜、白山シャクラゲ、ガンコーラ、コケモモなどをはじめ多くの高山植物に覆われ一大自然庭園を形成しております。その独特な景観はつぼみ場と称され、北八ヶ岳の代表的な観光スポットになっております。この辺り立ち枯れが目につきますが、これを島枯れ現象と申しまして、寒冷の気候のためか白びそなどが一群となり、およそ100年を周期として帯状に枯れていくもので、大変珍しいものとされております。冬は樹氷となることが多く、この一帯を冬の風物詩として多くの写真愛好家が訪れております。ご承知のように当地一帯は特定公園に指定されており、森林や鳥獣の特別保護地域になっております。
植物の採取、鳥獣の捕獲などは一切禁じられており、本日も鑑賞の皆様も八ヶ岳の視線を保つことができますようご協力をお願いいたします。皆様、まもなく到着いたします。山頂駅には軽食もご用意した喫茶コーナーがございます。つぼ庭公園は足元が悪い場所もございますので、十分ご注意の上散策されますようお願い申し上げます。登山にお出かけのお客様は登山者カードをご提出の上お出かけください。あー、これはこれがこれがこれがあれが扇風機回せよ。扇風機回せよ。外風強そうです。なんか扇風機回せよ。扇風機回せよ。あ、帽子かぶってくれなかった。お日は晴れやから。風だ。ダメだね。晴れなくては。降りて天気がどうなってるか見なきゃ。帰る。あるかもしれない。バックするにも靴は履いてくださいね。あ、マドリナイオンの人足だかな。一人だよ。長い。これ先生が先生が